1476年、ワラキア地方、この地でドラキュラと人間の大きな戦いがあった。人々は大いなる脅威を前に絶望し、ただ祈るしかできないかのように見えた。そこに一人の男が現れる。正統ヴァンパイアハンター、ラルフ・ベルモンド。彼とその仲間の活躍により、その戦いは人間の勝利で幕を閉じる。しかしドラキュラはただ滅びたわけではなかった。ヨーロッパ全土を覆う呪いを残していたのだ。人間の暗い感情だけを導く呪いを。それは伝染病や経済の不安によりすさんだ人々の心をさらに深い闇へといざなった。そして略奪や社会的弱者の排除が平然と行われるようになっていた。それから3年の月日が流れ、呪いは新たなる運命を紡ぎ出す。出てこい、アイザック。いるのは分かっている。ヘクター、貴様か。やっと追い詰めたぞ。追い詰めただと？ねえ、俺がおびきよ。